ご覧いただきありがとうございます。ラスタリです。本日ご紹介するのは、ジョン・ロブ・ポートマン・パリジャンブラウンになります。はい、えー、独特のデザインが魅力的なリスクが入荷いたしました、えー。このようにパッと見ていたときに、えー、目に入る一番の特徴と言いますと、えー、こちらの、えー、ツーアイレットの、えー、ライトアングルモカのスキンステッチ、U チップ。 という、えー、かなり珍しい組み合わせが大きな特徴ですね。はいえー、ライトアングルモカの、えー、スキンステッチの U、えー、チップといえば、えー、一番有名なところで言いますと、えー、こちらのエドード・グリーンのドーバーですね、はい。だったりとか、あとは、今ちょっと当店には在庫がないんですけども、えー、ジョン・ロブの、えー、シャンボードというモデルですね。が まあそれに近い形で、えー、ファイバーレットの、えー、紐の穴が5つのタイプですね。はい。がイメージとして強いかなと思います。えー、エダードグリードーバーをはじめとする、えー、ファイバーレットのダービーシューズというのは、まあもともと、ユ、えーチップの起源がカントリーシューズだったり、アウトドアスポーツがルーツだったりしますので、まあそれを、ある程度は、えー、雰囲気を継承とするような感じ。えー、例えば、 途中から、えー、ダブルソールになるハーフミッドソール、まあ、別名スペードソールですね、はい、になっていたりとか、まあ、そういった仕様が、えー、あったりもします、えーまあ、全体的にややカジュアリ寄りというような、えー、イメージでしょうか、はいえー、一方こちらのポートマンはかなりドレス寄りといいますか、えー、ツーアイレットの、えー、V フロントになっていて、まあ、ここの V フロントのこの曲線と合わせて、えー、このサイドの切り返しも えー、そういうクック線ンを設けているっていうような形になっています、はい、でソールも、えーはい、このようにシングルソールになっていますねでプレステージラインのお品ですのでえンカラス仕上げになっていたりと、えー、とてもドレッシーな、えー、印象エレガントな仕様という具合になっています、えー、今回入荷したポートマンの、えー、もう一つの大きな特徴といいますのがサイズが WE2E になっていることが大きな特徴かなといえます えーまあ、これによってこうパッと見た時に、えー、シュッとなりすぎるような細くなりすぎるような、えー、感じではなく、えー、ある程度バランスが崩れないような、えー、シルエットに仕上がっているかなと思います d ビズとかなるとかなりこうすごく細いような印象になってしまうのでなかなか合わせるのはちょっと難しくなるかなというような印象もありますけども、えー、こちらですとそれが緩和されるような感じかなと思っておりますでアッパーは、えー、パリジャンブラウンの、えー、ミュージアムカーフになって いますはいこのような感じですね、はいえー、ミュージアムカーブほどこう陰影をつけたっていうわけではなくてこうふんわりとした色ムラが特徴的な、えー、感じになっています、えー、こちらは今回密用品が入荷となりました、はいまあ、全体をこうパッと見ていきますと、えーまあ、もちろん密、えー、用品の状態ですので、えー、特に履いた形跡がないという感じですね 付属はシューツリーが付属しています。あとは箱と袋ですね、はい。になっています。あと紹介し忘れました。プレステージラインの一つの大きな特徴というシームレスヒールにもなっています。はいはい、サイズ感についてまいりたいと思います。こちらはサイズが6の 2EWE となっています。ラストが7000ラストになっています。ですので、同じ7000ラスト。 定番のラインで言いますと、まあ、シティ y 2とか、はい、あのあたりと比較しますと6ハーフの E で履いている方とかあと他社で言いますとオールデンのバリーラスト 7D あとはエドワードグリーンの、えー、202ラストで、えー、6ハーフの E あたりを履いている方がおよそ適合するサイズとなります、はいえー、その他サイズ感に不安ございましたら下のコメント欄または当店オンラインショップからお気軽にお問い合わせくださいませ ただし、こちらは今回、お値段やその他詳しい内容に関しましては、ショップページからのお問い合わせとなります。今回は、YouTube コメントからのお答えはいたしかねますので、何卒ご了承くださいませ。今は、バイリクエストでしか入手できない希少なお品となります。流通することが非常に限られている一足ですので、ぜひ、ご興味のあるお客様、お問い合わせお待ちしております。失礼いたします。